ハイデルベルク大学法学部は、ルプレヒト・カール大学ハイデルベルクの創立時から存在する4つの学部の一つである。1386年に、プファルツ選定校ループレヒト一世によって設立されたドイツで最も古い法学部である。講義は1386年12月22日、ヨハン・バンドノーの初回講義によって始まった。2017 2018年時の冬学期まではハイデルベルク大学で全学期にわたって最終目標である国家試験に関して法学を学び始めることができた。2018年からは冬学期までしか学び始めることができなくなった。授業では講義、グループ作業、模擬裁判、ゼミ、質疑応答型講義を行う。この学び方は法学教育の伝統的なあり方に従っている。 基礎課程及び主課程では3つの主要分野における3つの証明を取得する必要がある。このためにレポートの執筆と試験の合格が必要である。加えて基礎法学に関する教育がなされている。中間試験の後、学生は12の重点分野から1つを選択することができる。その重点分野とは、法師、比較法師、刑示学、ドイツ及び ヨーロッパの行政法、労働法及び社会保障法、税法、商法、経済法及びヨーロッパ法、民事手続き法、国際司法及び国際手続き法、国際広報、維持法、またはヨーロッパ及び国際資本市場、金融取引法である。学部は独自の試験準備プログラム、ハイドルプラッペを提供している。これは多くの学生が利用する、 民間予備校に代わる無償のプログラムである。教授による教授講座、事例演習を行う試験講義、毎週の模擬試験、筆記試験と高等試験を含む模擬期末試験が1年間行われる。トマス・ロビンガー教授と試験準備プログラム、ハイドルプラッペは2014年にドイツ学術協会と高等教育長会議から 法学分野のアルスレジェンディ学部賞を受賞した。最終目標の第一次法学国家試験を伴う法学基礎課程を終えて様々な博士課程に進学できるようになった場合、一般的な法学修士号を海外で学位を得た法律家、企業研修をしている修士号取得者、チリのサンティアゴにあるハイデルベルクラテンアメリカセンターで修了した。 国際法の修士号取得者に授与する。他に、マックス・プランク外国広報及び、国際法研究所と協力して、国際法における紛争解決成功に向けた、マックス・プランク研究校を運営している。2017年夏学期から、第一次法学国家試験の合格者に、マジスター、または、マジストラの学位を申請によって、可燃度制にも付与している。2004年に、 ハイデルベルク法学学生雑誌が学生と教授によって共同して作られた。これは教育と事例研究に重点を置いた法学雑誌である。スタドザーは今日まで主に学部学生によって作成されており、ドイツで最も古い学生によるローレビューである。さらに法学部では他にも次のような多くの学生の取り組みがある。ハイデルベルク法学学生協会。 ハイデルベルクプロボのフィデルタフィ・ハイデルベルクなどである。ハイデルベルク大学のアルテアウラ、法学部のアレゴリー・ハイデルベルク大学の13番行動での法学講義法学部では2803人の学生が在籍しており、そのうち2317人が最終目標を第一次法学国家試験としている。博士課程の学生は241名。 修士課程の学生は101名である。学生の約10%が海外から来ている。2016年には434人が卒業し、50人が博士号を取得し、1人が教授資格を得た。2016年、学部は65万8000ユーロの第三者資金を受け取った。ドイツ全体では、 第一次法学国家試験の受験者の約30%が合格せず、約10%しか成績優秀者が存在しないが、ハイデルベルクでは不合格者は最大で25%で、成績優秀者は約25%である。学び、研究し、あるいは教えた著名な関係者の詳細なリストは、ループラクト・カールズ・ユニバーシティ・ハイデルベルグの有名人のリストに載っている。 アントン・フリードリヒ・ユストゥス、デヴォーカール・ヨゼフ・アントン・ミッテル・マイ・ヤーグスタフ、ラートブルフ学部の研究所と図書館は、ハイデルベルク級市街の建造物の一部である。1956年から、法学部のほとんどの研究室と最大の図書館は、フリードリヒ・エヴァーとアラン16から10にある。3棟の関係施設で構成される、建築群は、1842、43年、 1847年、1870年に建てられ、ハイデルベルクで教えていた法学者、ヨハン・カスパー・ブルントシュリの息子でもあるスイスの建築家、アルフレッド・フリードリヒ・ブルントシュリによる最後の建造物である。1860年から1945年まで建物は一流のホテル・ビクトリアを入れていた。改修は1910年にフランツ・ザール・スクーによって、 1929年にヘルマン・アルカーによって行われた。ハイデルベルク大学法学部の図書館、ハイドルバーガーバイトリガツム・ヒナンズ・ウント・ストイレクト。ハイデルベルク大学図書館。2019年3月29日閲覧。ありがとうございます。